はようございます。おはようございます。じゅんです。さやかです。今日はですね、ワンウェイゴルフクラブに来ております。はい、ゲストの回です。どうも、どうも、お願いします。ナッティはおなじみ、はい、何回も出ていただいてるんですけど、おなじみ、はじめまして。長里幸之助プロです。イエーイ。ここホームですけど、私はウェイなんで。兄弟とご夫婦、今日はですね、対決をしていきたいと思います。はい、夫婦対私さやかちゃんチームで、はい、交互にボールを打っていって、はい、どっちがいいスコアを出せるか、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうだね、久しぶりだね。これが今さっきのやつか。で、次幸之助でしょ。そう、左側、隣接ホール、打ち込み注意お願いします。これはこれは、いやこれどうしようかな。ドライバーで打っても届かないんだよな。打ったらバンカー避けての方がいいの？どう思います？でも次マミちゃんがさ、2打目打ちやすいところの方がいいんじゃない？バンカー入れると嫌でしょ。無理だよね。しかもあのさ、右とかさ、左のあのバンカーとか嫌だ。またもんじゃないよね。スプーンだね。スプーンで打ったら残り70ぐらい。ああ、頑張る。それならちょっといけそう。うん、かわいい。120以内、70以上で。うわ、久しぶりのドライバーが。いいよ。やばいじゃん。あれは。出た。ナイショー。でも左行ったら打てなかったからいいよ。その前左行ったんだ。純ちゃん全然良さそうじゃない。分かんない。どこ行った今。何が起こったの？良さそう、良さそうと思ったんだけど、テイクバックした瞬間に、はい、バンカー。なんかさ、ダメだな。ちょっと待ってね。確かに分かんない。イメージが良くない。頑張るぞ。
いやこんな飛ばないからな。例えばああいう杭だったら動かせるけど、うん、あれは動かせないから、でもこうやって構えた時にこの間を通って左から少しフェードで行きたい、うん、自分はね、うんうん、って言って低い球で行きたいって言ったらもろあれがかかるわけ、うんうんうん、であれに当たったら意味ないじゃん、うん、ってことはこれは処置を受けられるの、うん、本当はね試合だったら受けていいですかって言ったら多分いいよって、へそれは多分受けられない、うん、あ受けられる場所で例えばじゃあここでも多分当たる確率はあるわけ、うん、あっちから行きたいって言ったら行けるからってなったら、うん、ここまで行ける、まあ右から行けるんで大丈夫ですって言ったらドロップできる、できるんだ、受けたい基本はねゴルフはあるがままで行かないといけないから、そうなんだ、そうそうそう、知らなかったね、そこまで映んないもんねテレビに、うん、すごい初めて聞いた、テンプラしたら大体まっすぐ行くんだけどな天ぷらしたら大体さど真ん中いかない、うんうん、なんで手が出ちゃった、難しいね、でもこれちょっと短い、だってめちゃもうピン見えないじゃん、だから、うん、あ右からギュン、でも右からギュン、すぐやったらバンカー入る、右からギュンしかない、この木に上がったらなんかそうだよ、死んでしまう、うまっ、わぁ、しまったナイス、リカバリー、うまっ、うまっ、ギョン、ありがとう、すごいね、すごくない、出てる方向こっちだもんね、うん、で、あの間本当に通ってんだよすごっ、ジュネちゃん、あとちょっとで乗るじゃん、本当だ、本当だ、すごい、グリーンコーの停止位置までカートを進めてください、すごい、うまい、これうまいよ、うまうまいうまい、いやーナイス、上手、完璧だよ、上り急に力強い上りえ、上りではない、ナイスバーディー、うまい、普
下片方下がってるし。あれ。え、ツーバーディーじゃない？ツーバーディー。私とジュンちゃん負けてないけどバーディーないって。そう、じゃあバーディー。え、これどう？マシこっちからこう回ってきた。こう。でもほぼほぼまっすぐだね。力を入れて入る、それ大丈夫。はい。
ダンボ。やばダンボ。3回ミスったかね。1回、2回、3回。ずーっとね、さやかちゃんが打つとニヤニヤしてた2人とも。なんかもうニヤ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 してた。えっちゅうです。だって、あそこの夫婦性格悪いもん。悪くないよ。ちょっと決めたら一打差で。お、すごいね。その方が面白いよね。うん。決めたらね。決めたらね。残り急に元気になった顔が。ね、ナイスパット、ナイスパット。ドキャキャキャ。やっちまいました。ミラサまで来たか。うん、まあまあわかんないよね。ミラサまで来たか。ドキャいいよ。Thank you.